頼もう。俺動かしてねえぞ。ようお越しやす。うちは舞妓の玉尾。アンさんとは奇境の町でお会いしましたな。法王を招き寄せるためには正しい心でポケモンと触れ合うことができる、そんな人が必要なんどす。うちらはもしもそんな人が出てきはったら目印となる不思議な卵を渡すようポケモン G 班にお願いしておりました。そしてポケモン G 班から宇津木班を通じた卵はアンさんに渡されたのどす。せやけど心の清らかさだけではポケモンの力に負けてまう。ちゃんとポケモンを扱えるか今からそれを試させてもらいます。準備はよろしいか。はい。このアンさんとポケモンの絆の強さしっかりと見せてもらいます。小梅太夫が。私はリピーターどすって言ってたらしい。不ないらしい、こいつも。まあ転がるでいけんだろ。おい、もうあやぴか使ってくんなよお前。お前それやられたら何もできねえじゃねえかよ俺。いや変えらんねえぞ、変えらんねえぞこれ。変えられねえぞ。ねえモラルだね。いやーもうピンポイントすぎる。これ結構食らったろ。こんなもんか。何それ分かんねえ。うわ強っ。何それ。待って、悪タイプ、悪の波動は悪タイプが格闘タイプと鋼タイプに半減で、ゴーストエスパーには抜群。特防あマリック、マリックで特殊で受けるしかねえ。強っ。なんじゃこれ。強っ。うわなんだそれ、なにそれ、わかんねえ技してくる。ね、とっておきってなんだっけ。そっかこいつ、防御の心得もあるな。ね、渦潮ってなんだっけ。ちょっと待ってな。ポケモン、マリク、技を見る。2ターンから5ターンの間、相手を閉じ込めて攻撃をする。渦潮の中を通ることもできる。ゴミ。滝登りでご利用しだな。いや、強すぎるって、お前、それ。マジ？きたー！エースマリック。エースマリック。うわ、やっぱ連戦か。なかなかお強いどすな。アンさんにはウバメの森で助けられました。うちが方向音痴な舞妓の小梅。アンさんがヤドンの井戸でロケット班を見つけて、困っていたガンテツさんを助けた、あげはったのは、うちがこの目で見ましたえ。次はポケモンで勝負させてもらいまひょ。いや、エスパータイプどうするかだね、エーフィー。虫、ゴースト、悪が抜群取れるんだけど、いや、お前しかもエーフィーかよ。いや、つらい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 。いや、最近はマリックが絶対耐える。本当にか。いや、マジかそれ。
強すぎる。9射当たったら終わり。もうこのゲーム自体が終わり。うわ、頼む、一撃で来てくれ、一撃で来てくれ、一撃で来てくれ、一撃、お前の力持ちよ、お前の力持ち。ああ、やべえ、耐えるやついねえ。満タンしかねえよこれ。きつ。いや、してんの無理じゃん。いや、そんな無理とか言っちゃダメ。これ急所引いたらもう本当に全てが終わり。やばいな。ねえ、眠るがないのが辛すぎる。本当は渦潮なんていうゴミ技覚えたくなかったのに。やべえ、魔力以外がもう機能しねえ。大したもんどすな。シャワーズはスパークでいけるし、いやスパーク、ハウエバーかな。シャワーズ来てくれ。ブースターか。いや、これ微妙だな、HP。まあでも滝登りでいけんだろ、これ。ああ、もう一番撃たれてるな、もう。なんだよ、それ。あ、クソゼや。いや、辛すぎる、マジで。辛すぎる。いや、死んだら終わる。もうマリックは出せねえ。あ、ジェンダーの方が絶対早い。たださ、火炎放射耐えるかな、ジェンダー。やべえ、やべえ。おい、ちょっと待って、戦闘開始させてくれ。おい、頼む、戦闘開始させてくれ。戦闘開始させてくれ。頼む。アンさんには氷の上で背中を押してもらいました。戦闘開始させて、お願い。無理だよ。あと、サンダースとシャワーズでしょ。いや、二度蹴り持ってるよな、これ。ハウエ、
二度蹴り持ってるよな。わ、強いってもなんだよこいつマジで。なんでもありじゃねえかよそれやられたら。しゃあバカがくたばれ。お前そのさブンブンハロー YouTube マジやめろ。クソ気持ち悪い顔しやがってよ。もうこいつマジでブンブンハロー YouTube 本当にムカつく。いやモラルじゃ無理でしょう。いやこれも突っ張るしかねえ。絶対次、おい絶対次終わりじゃねえかよ。ね、待て待て、次何やった、待てよ。待て待て待て、回復。いや。殺す。しゃー人間のクズが死で償えお前は。お前は死で償え命で償え。おいシャワーズどうすんだよ。さハイドロポンプ冷凍ビーム波乗りアーダコードだよおい。ハイドロポンプ波乗り冷凍ビームアーダコーダねえ、ハイドロポンプ、冷凍ビーム、波乗り、アーダコーダ、どうすればいいんだ。全員俺の弱点ついてくる。マリクイリは絶対勝てんのにな。でこんな時にやけど引いちゃったんだよ。やけど引かなきゃ絶対勝ててたのにな。これまずくね。いやこれジェンダーきついでしょ。待てよ、マリック相手に打ってくるのは、あそこ電光石火覚えてそうだな。電光石火読んでジェンダーで、いやそれさ、それちょっときつくね。その読み、その読みちょっときつすぎね。ガラパゴス決めた。ガラパゴス出すじゃん。こう無理やり行く。
いやまあ日が痛すぎる。願い事してハウエバー出して、願い事ハウエバーで麻痺直しするしかねえ。なんだよこいつマジ。なんで10万ボルトで電池が食らったんだっけ。いやもうそんな過去のこと考えてもダメ。いいね、お前何その読み、何そのクソ読み。ガラパゴス、うん、願い事が残ってんだよな。可能性あるとしたらマリック、うん、まだ諦めない。願い事かなわないのかい。いや何の技も耐えねえよな。うわマジか。いや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 、いや転がるがあるんだけど回復があと1個。いややけどつれえな。ここでやけど直さなきゃ無理だもんな。状態回復意味ない。あーちょっとやだやだやだ、落ち着け落ち着け落ち着け。なんでこんなやつに負けるんだ。待てよ、いやモラル無理。ガラねガラパゴスってレイビ食らってから、あ違う、波乗り食らってからあれしたんだよな。なんだっけ、願い事したんだよな。ね、波乗り喫中だから待ってね。うわ大爆発あればまだチャンスあったと思う。なんでかというとこいつのさ先生の爪大爆発にかけて何その確率。さすがにこれ耐えねえよな。いやこれ下手したら一発耐えるかもしれない。あー急所か。まあでもここで耐えても意味ねえんだよな。転がる一発分だもんな。このクソ女。お前らニキビ、お前だけでも逃げるんだ。こいつのオーロラビームは俺自身が受けるから、俺の命をもってしてなんとかお前のオーロラビーム一発、俺がピッコロの気持ちになってなんとか俺が耐えるから、お前は逃げろ、穴掘って逃げろ。
母さん悪いよ。